ます。中央に入っていく斉藤美月、いい展開だ。リーダーに入ってシュートだー、決まった、追加点、岡本のチーム3点目、大きな3点目を奪いました湘南。後半のアディショナルタイム、これはすごいですね。この時間帯に仕掛けていって、そして左足で巻いてきました。